はい、トルチャンネルです。今回は、まあ、前回の続きでちょっと今、姫路に向かっている途中を撮ってたんですけど、その続きですね。はい、なんでね、日が照ってきてね、さっきまでね曇っててね、いい感じやったんですけど、直射日光がダッシュボードに当たって、やっぱ暑い、すごい暑い状態ですね。前回走ってきたね、西市とかと比べるとやっぱりね、姫路は一応この地方の一応中核都市であるんで、それなりに規模でかいんで、市街地もね広いんですよね。なんで
信号曲がってすぐそこなんでね。なんでこの目の前のね、この交差点の反対側が2号線なんですけども、そこがねもう死ぬほど混むんですよね。いつも入るときと出るときにめっちゃ苦労するところなんですけど、深い道との交差点はやっぱ細い方がめっちゃ待ちますね。もういつもそうなんですけど、大体2分ぐらい待つのかなっていう感じですね。普通の信号で1分ぐらいじゃないですか。なんで今日はまあ朝早いんでね、まだ車が言うほど混んでないから、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。